起動したらいきなり導入が始まるタイプのゲームですね。で、視線の先には鎧の兵士が2人と思ったらもう1匹、すいませんね、いきなり始まるタイプのやつだったので、さっきこの辺までは見ちゃったんだけど、この、あ、いやー、そういうことですよね、俺たちのリンクさんよ。ハイラルの盾持って、いやー、回転斬り。これ別に持ってんのはマスターソードとかではないのかな？あれ、リンクって左手に持つんだっけ、剣。いつもそうだったっけ？いや、何の説明もないんだけども、あれこれもしかしていいんですか？いきなり操作しちまっていいんですか？いや、っていうかこちら、ゼルダの伝説知恵の借り物、今回は姫様が主役だと聞いてるので、これ、ネタバレしますけど、この後リンクに何かが起こりますね。いや、だってそうじゃないと姫様の冒険にならないもんね。で、Y ボタンで剣を振る、雑草の処理もできる。いや、処理甘いね、ちょっと。もっと根元から行きな、草刈るときは。で、長押しで、はい、いつも通り回転切り。あれ、回転切り出ないね。出ました。あとは、あ、クイック回転切りもできる。いいじゃない。スティック1回転と攻撃で、ためなしで回転切りを放つこともできる。で、これは、あら、センサー式のエレベーター。ハイテクノロジーだ。いや、何の説明もないんだけども。まあ、見張りの兵士みたいなのがいたあたり、こっちが攻め込んでる側ってことだよね。まあ敵地に単独で乗り込んでるみたいな感じかな。ジャンプで、はい、この程度の段差は乗り越えられますよと。いや、てかいろいろ使えんのよ、よく見たら。弓も使える、爆弾も投げれる、体力もすげえし。いや、もうこんなん読めちまうじゃん。最初にリンクさん杖を印象付けておいて、後で姫様操作させた時に非力さを思い知らせるんでしょ。面白いゲームのやりそうなことですよ。で、あら、兵士いるじゃない、爆弾くれ。で、盾を構える、これ、あ、いいじゃん、ノックバックあるので素晴らしい時間差攻撃。あ、今の美しいですね。で、またいるけど暗いな、後ろに気をつけるんだな。いや、もうそういうことでしょ、最初にリンクさん杖を印象付けるわけよ。まあ、なんならティアキンとかもそうだったけどね、最初リンクさん強えだったもんな。あら、3体これもまさに爆弾でしょ。ずっと同じことやってますけども、ほら、あっち行きな、あんたら。よっしゃ、固まってる敵まとめて吹っ飛ばすのなんてあらゆるゲームで一番気持ちいいんだから。もう全然誰と戦ってんのかもわかんねえけど気持ちいいですね。これまあ最初は基本的に一方通行の感じかな。この先は、うん、まだ道が続く感じだね。なんか飛んでんな。これ、あー、コウモリだ、キース。ZL で注目。あ、この状態で弓とか撃てと。いや、なんかやけに丁寧にレクチャーしてくれんじゃん、リンクの戦い方。どうせ今だけのくせに。いや、どうなんだろう。ダブル主人公とかそういう話じゃないよね。やけに丁寧にレクチャーしてくれんな。さあ、さらに奥に進みまして、おっと、ちょっと色違うやついんね。まあ、やることずっと同じなんだけど、さあ、吹っ飛ばせ！で、一発じゃ倒せねえやつもいると。もう一丁おかわり！何やってんだ、こいつ。危機感がねえのよ、目の前に爆弾あんのに。こりゃ、相手になりませんね。この体力マックスの最強リンクさんにかかれば。あら、ちょっとまがまがしい正気みたいなん出てきた？あ、姫様いるじゃん。姫様を助けに来たような感じなのかな、最初は。また貴様か。え、何？ダチ？知り合いじゃん。なんだこの豚。あ、あー、これあれか？ガノンドロフ様か？なんかもうすっかり人型の印象強くなったけど、神々のトライフォースとかではこんな感じの姿じゃなかった、ガノン様って。面倒なやつね。だが、こたびは好都合だ。まあ、別の作品でのことを言ってんのかな、また貴様かってのは。貴様も姫ともども道連れにしてやる。上等だ、ローストポークにしてやるよ。おっと、なぜ今脱いだんだ。そう思わなくもないけど、まあ登場界のヤクザと同じかな。ここぞという場面で上着を脱いで、おっと、危ねえ。あ、なんで隙だらけじゃん。あ、これで終わりじゃねえよな。ちょっとまずは様子見させてもらおうか。何ですかそのボールは。ん、これもしかしてさ、ちょ、何、うわー、弱っ。
あっさり終わったな。なんかこの手のギミックはありがちだもんね。ボール跳ね返してみたいなの、トゲヤー時のオカリナとかでもやったような気がする。おい、まだ続けんのかラリー。そんなに悔しかったか負けたの。弱ー、もうやめときな、その攻撃全然ハラハラしねえから。って言っても敵の体力とか別に見えてないんだよな。これ、お、全然当たんねえじゃん。何やってんだこいつ。で、また当たらねえ。ボール繰り返す。ほらもう勝てねえって球技じゃ。認めな負けよ。めちゃ弱じゃない、めちゃ弱じゃん。何やってんのこの人は。いやこの豚は。いやっていうか、まあリンクが強いのかな、やっぱり。ハート最大値まで上げてるフィジカル最強リンクだもんね。そりゃ勝てませんよ、相手が悪いわ。ただまあ流れ的にリンクここまでだったりするんじゃない。何笑ってんだこの豚。生姜焼けにしてやろうか。あれ消えちゃったね。が、いや、これリンク後ろですよ。これ、なんかこの映像見たこと。何その判断力、この一瞬で。あんたおかしいよ。今のたった一瞬でせめて姫様だけは助けるっていうことを選択したわけだ。日々入れましたね、弓で。ん？ああ、これ俺ですか、俺ですか。俺がなんかしなきゃいけないのね。はい、拳拳拳、もっと本気で叩きな。出れました。ああ、こっからリンクなしの姫様の冒険が始まると。いやだからこれそうよね、別にシリーズ全部やってるわけでもないけど、こんなの初めてなんじゃないの。姫様が一人で冒険に出るなんて。おっと、なんだこりゃ。こんな季節にホタルですか。あ、そうか、それさっき脱いだやつか、リンクが。いや、そんな無邪気な表情していい場面ではないのよ。剣士のフードを手に入れた。緑の服の剣士、あれこの口ぶりだと知り合いじゃねえの、リンクと姫様って。緑の服の剣士が残したフード、かぶれば顔をすっぽり隠せる。もう知らねえやつに対する言い方だよな、緑の服の剣士。で、おめえなんなのこの光は。これ、あ、これまずいやつじゃないの。いや、手に入れたとかやってる場合じゃなかったのに。逃げろ逃げろ逃げなー。ちんたらすんな、走るんだよ一年。いや、この異空間みたいなのにリンクは飲み込まれちまったわけだけど、はいはいはい、障害物避けながら、まあこのなんかこの光は導いてくれてんのかな。まあなんかゼルダ的な世界観でよくあるパターンだと妖精的なもんなのかな。ああ、なんか導いてくれてる様子なので、とにかくこれも信じて追いかけていけばいいんじゃないの。そうだな、このあの光が通ってる道をそのまま辿っていくような感じでいけば、これ障害物に邪魔されることもあるじゃん。あ、おい、よく足止めないでいられんな。すげえよ姫様、これが王族のメンタルよ。あ、光が見えたじゃない。どうだ。あ、でも止まったね。この謎の空間の拡大は、まあそれはそうとしてさっさと離れた方がいいと思うけど、もっと、そうそう、一旦離れよ。グッボイグッボイ。これちょっと置かれてる状況が全くわかんねえ感じですけども、これから何を目的に行動すんのこの人。まあ、あの緑の服の剣士を助けるためっていう、あら、このちょっと遠くまで見渡せる風景で始まる感じ、もうすっかり味しめちゃってるじゃないの、ブレワイでさ。いや、まあよくある感じではあるけど、こういうの。ここでタイトル。ってことはもうリンクさん終わりっすか、出番。あ、この感じはこの兵士たちしっかり姫様を姫様として認識してるんだよね。はいはいはい、一旦城に戻りましょうみたいな感じかな。今画面の中央にあんのがハイラル城ってことでいいのか。で、今なんだ、あの裂け目がどんどん拡大していって、いずれ世界が飲み込まれてしまうみたいな、そういう感じだったりするんすかね。めちゃくちゃ驚いてたな。
姫様が戻ってきたぞと報告に戻ったわけだ。ああよかった、ご無事だったんですね。あら平和じゃない、全然平和じゃん城は。いやなんかこの様子だと城もどうにかなっちゃってんのかなって思ってたけど、城っていうかまあこれ城下町かな。どこにも怪我はしてないかい。姫様がさらわれて7日間。ああそこそこの期間生きた心地がしませんでした。あのずっとなんか紫の水晶みたいなのの中に入ってたってこと？7日間ちゃんと食事とか出たんですかね。兵士たちも毎日探していたのに見つからず、神隠しにあったのかとみんな心配していたんですよ。わーい、お姫様、遊んで遊んで。緑の服の剣士のことは誰も言わんの？助けに行った剣士がいるはずでしょ。おっきな裂け目も出るし、でも戻ってきてくれてよかった。リンクの名前出したら、リンク誰ですかそれはみたいな、なんかそういう世にも奇妙な物語みたいな雰囲気になってたりする。そんなやつ最初からいなかったけどなって。姫様改めてお帰りなさいませ。まずはハイラル王にお会いになられては。ご無事をしれば大喜びされますよ。いやなんかこの手のストーリーって大体ね、帰る場所がないから仕方なく冒険に出るみたいな感じだったりしがちだけど、別にそういうわけでもないんだね。ちゃんと帰る場所はあって、まあそれでも自分を助けてくれたあの剣士を助けるために旅に出るみたいな、そういうことになるのかな。まあまずはこれ寄り道してもしょうがねえよな。王のとこに行きましょうか。あーゼルダ様をみんな探して慕われてるんだね。ただまあ城のやつらは役立たずで、助けに来たのはたった一人の剣士でしたけど。うえ帰ったよ、はい、ゼルダ様が見つかって本当に良かったです。ああお前ら本当にクソの役にも立たなかったな、お疲れ。じゃあ王は何、娘がいねえのに玉座でふんぞり返ってる感じ。お、あなた様はインパ様。はあ姫様お帰りなさいませ。ああやっぱゼルダの世話係といえばどの世界でもインパ様なんだな。このインパ、姫様がさらわれてしまいこれほど己の無力を恨んだことはありません。あちこちで裂け目が現れ、城下町の者たちも不安がっておりました。姫様のお帰りに皆励まされることでしょう。しかし活発なお方だと思っていましたが、まさか一人でお帰りになられるとは。いや誰も知らんの、緑の服の剣士。おっと姫様のお帰りが嬉しく、思わずいらぬことまで口走ってしまいました。さあさあハイラル王がお待ちです。父上の様子はどういう感じ、娘が行方不明なのに三食ペロリと平らげたりしてた感じ。父上、あ、一応心配してるふりしてんじゃん。父上は自分で探しに行こうとは思わなかった感じですか。ウギ将軍、あら名前持ちだ。姫様ご無事で何よりですぞ。姫様お帰りを心より嬉しく思います。しかしさらわれた姫様を見つけ出せなかったのは、ひとえに我ら進化の力不足。いや分かってんならいいのよ、そうは思ってるけど。サダリ大臣の言う通りです、お助けできず申し訳ありません。ああ右と左なのかな、ウギ将軍サダリ大臣。そなたらの気持ち父として嬉しく思う、だが今は娘の帰りを喜ぼうではないか。ゼルダよ、よくぞ戻った。こちらへ来てよく顔を見せておくれ。いやでもこれ姫様はあの剣士のことがあるから、そんな手放しで喜べない感じなんじゃないの。ああよかった、本当に無事なのだな。ちょっと姫様いいな、剣士のこと。さてゼルダよ教えてくれ、そなたの身に一体何が起こったんだ。青い魔物に囚われていたところに緑の服の剣士が現れ、そなたを救った。ああ簡潔に説明しましたね、要点をまとめて。だが魔物を倒した剣士は裂け目の中に飲み込まれたと。そのものはゼル、誰も知らねえの、リンクさんのこと。嘘だろ、じゃああいつどっから来たん。そのものはゼルダの命の恩人というわけか。ふむ、いや恩人探さねえとですよ。裂け目に飲まれてしまったということは、その剣士も神隠しに。そうだな、無事であってくれるといいが。神隠しというと王国のあちこちで人が消える、ああまあそういう事件が各地で起こってる、そうだ。いやその人たちもみんな裂け目に飲み込まれたんじゃないですかってことよね。このハイラルで起こり続けてきた恐ろしい現象だ。
昔から各地に発生した裂け目に子供が飲み込まれ行方不明になるという。え、子供限定で？なんかそうなると眉唾だけどな。なんか子供にさ、早く家に帰らせるための方便みたいな。なんかそういうのありがちじゃん。そういうんじゃないの？我々はそれを神隠しと呼び警戒してきた。早く帰らないと神隠しに会うよって子供の頃言われるやつ。だが神隠しを防ぐことはできず、残された者たちは嘆き悲しんだ。ああ、本当にあったんですね、そういうことが。その神隠しがここのところ各地で起きているようなのだ。だからあの裂け目の活動が活発になってるってことだよな、要するに。しかも最近は子供だけでなく大人も行方不明になっているということです。リンクはどっちなんだ？なんかこの二等身だと年齢感がよくわからないんだけど、子供なのか大人なのか、一体何が起こっているのでしょう。いずれにせよその緑の服の剣士も急ぎ探し出さねばならんな。王様、文字のデカさで声の大きさを表現してんだな。どうした、一体何があったんだ。大変です、裂け目による被害があちこちから報告されています。その話してたのよ今。なんですって。あー、でも裂け目と神隠しの話がイコールとは言われてないのか。詳しく話してくれるか。はい。なんか俺はそれイコールだと思ってたんだけど。お、あららららら、これマジで怖えな。なんか俺本当に怖いわ、こんな。なんか前触れなく人が飲み込まれるあの感じ。いや、ちょっとあれ本気で怖いかも俺。残された人に感情移入しちゃったわ。南の村では裂け目に人が飲み込まれ行方知れずになってしまったようです。ハイラル平原でも黒い魔物が周辺の人々を襲っているとの報告が。あ、魔物とかも今まではいなかったんだ。なんと。状況は分かった。兵士たちを集め出発に備えるように伝えよ。ははー、ウギ将軍、サダル大臣。はあ。サダル大臣、そなたは引き続き裂け目の調査を。飲み込まれた者たちを助ける方法を探すのだ。母、父。で、将軍は出現する魔物たちへの対応を、兵を指揮し戦いに備える。まあ適切な判断じゃないですか。そうだね、両方必要なことだね。こたびの事態、王国の危機と心得よ。酒の救命を進め、皆を探し出すぞ。ただ、あ、まさか、王、嘘ですよね。まさか王まで飲み込まれてしま、あ、終わったわ。終わりましたね。父上、あれ大臣たちも、お前らは行く必要なかったじゃん。何やってんだこいつら。頼りにならねえやつらだよ。絶対今行く必要なかったもん、二人は。いや、だからって手を差しの、ねえ。あら、やだ、超怖いじゃん、こんなの。元の人間になり変わって生活を続けるタイプの、いや、ちょっとこういう怪談話あるって、結構怖い。ええ、この者を牢屋。あたし、あだす、これあだすのことですか。え、姫様を。我が娘ゼルダがこの裂け目を出したのだ。このように危険な力放置しておくわけにはいかぬ。なるほど。あ、いや、ちゃんと帰る場所なくなるじゃん。そうですよね。やっぱ帰る場所なくさないと、まずは。大冒険出るんだったら。ああ、ちゃんとそういう感じになったわ。私とって信じられないが、ウギ将軍とサダリ大臣が証人である。いや、そいつらも飲み込まれちまったからな。もたもたするな。早く牢屋へ入れるのだ。はい。え、でもこいつらこれから王様やるってことでしょ。大丈夫？今までと同じ実務こなせる？なんかそういう仕事の面でボロ出るんじゃないの？なんであっち側の心配してんのかわかんないけど。いや、ぶち込まれちまいましたよ。こりゃ参ったね。
どうして姫様を牢屋に王様は何を考えているんだろう。お前知らないのか、玉座の間の裂け目は姫様が出したって話だぞ。鵜呑みにするなバカ。嘘でしょ。それじゃああちこちにある裂け目もまさか姫様がやったってのか。間抜けすぎんだろ。いやまあでもこれはしょうがねえか、王が言ってんだもんな。あの王を偽物だと見破るのはまあ彼らには難しいでしょう。姫様がいる限り裂け目は消えないらしい。王様は王国のために処刑も考えているそうだ。姫様がまさかそんな。いや聞こえてんのよ、全部聞こえてんのよ、結構距離近いから。これは脱獄ですか。もうなんかもう露骨じゃんここ、左上あれいけない感じ。いやでもなんか今ジャンプ力低かったもんな、リンクと比べて。いや、 やっぱそういうとこが出てきたよ。当然リンクの方が身体能力。あら、あの光、あ、そういえばなんかそんなんいたな。城脱出するときに、おめえまさか相棒だな、今作における。ああ時のオカリナでもこんな妖精いた気がするけど、僕のこと見える？僕の名前トリーっていうの。僕もあの青いもの魔物に捕まってたあの豚か。その時からずっと君のこと見てた。君がこの後ろに来たから僕もついてきた。え、別になんかトリーに強い目的があるとかではないの？僕のために協力してくれってわけではなく。そうだ、君の名前教えて。ゼルダ、覚えた。ゼルダここにいたら命危ない。ああそういうのちゃんとわかんだね。ゼルダを牢屋に入れた人王様だっけ。あのヒゲ処刑の準備を急げって話してた。僕それを聞いたからゼルダに伝えてあげようと思って。いやまあそこの兵士が噂してたけどね。聞こえてたけど、裂け目に王様たち飲まれちゃったね。その後出てきた3人は偽物。まあまあそうだな、それが一番適切かな、そう呼ぶのが。そっか、偽物って言うんだ。ゼルダも気づいていたんだね。ゼルダここにいるとすごく危ない。裂け目に飲み込まれた人たちを助ければ本当のことがわかる。そうだな、本物の王を引っ張り出してくる必要がある。だけど裂け目に飲み込まれた人、自分の力じゃ戻れない。ゼルダと僕が一緒に助け出すしかない。でも今はゼルダのことが大事、まずは一緒にここを出よう。おめえは簡単に抜けれんだな。いやなんか鉄格子の隙間、全然行けそうな雰囲気もあるけどね、ゼルダの体格だったら。ゼルダここ通れない？そうなんだ。僕は通れるけど、ゼルダこのくらいの隙間も通れないんだ。じゃあ僕の力を貸してあげる。ここでリンクにはできない姫様特有の力が現れるってことなのかな。これは何ですか？拷問器具だと言われたら信じてしまいそうなデザインしてるけど。まあそうよね、自力での脱獄。もう左上がくせえとずっと思ってますけど。やった、無邪気に喜ぶで、毎回。なんか見つけた時。トリーロッドお借りした。あ、まあ、知恵の借り物ですもんね。これなんか借りるっていうのがなんかポイントなんでしょうね。トリーと同じ色合いの、いやこのグラデーションが美しいよ。不思議な杖、ほんのり温かい。僕この世界にあるものと同じものを作り出せる。あ、ギャラリーフェイクってこと？あ、すいませんね。ハンターハンターの念動力で言うところのギャラリーフェイク。ゼルダが必要なもの僕わからない。でもきっと役に立つ。光ってるものに ZR を押してみそう。まあこれだね。同じものを作り出すってことは、はい、一旦それを記憶してテーブルを覚えた。このトリーロッドの内部メモリに記憶されたみたいな話よね。そう、そうやって覚える。一度覚えたものは Y で作り出せる。でメモリに記憶されたものを作り出さねえじゃん。ああ、話したのか、びっくりした。これさ、今長押しにしててさ、あれ出ねえじゃんしてたんだけど、あ、ちゃんと作り出せましたね。
よかったよかった。そうやって覚えて作り出したものを僕らは借り物って呼んでるんだ。消すときは目の前で ZR、 全部消したければ長押し。はは、なんとなく分かったような気がします。で、消すときは ZR って言ってたね。消えた。あ、他のもんもコピーできねえかなって思ったけど、今できんのはこれだけっぽいな。したらまあ露骨に誘導してますので、こっち行きましょうか。こっからさらにさ、あら、あー、空中で出したらちゃんと、当然だけど重力の影響を受けて、はいはいはい、落下して、しかも割れたりする。これは作ったものの耐久度によるってことなのかな。壊れるものもあれば壊れないものもあるよね、当然。これで逃げられるね。行こう。いや、こりゃ楽しい能力だ。あー、そこの兵士、なんかこそこそ言ってたよな。捕まりました。いや、ガシャンじゃないのよ。姫様一体だ。あー、ごめんなさいね、完全にいらんことしたけども。いや、でもちょっと待ちなよ。あいつらが、おー、こうやってなんか不審がったりするんだ。視界に入ってるとこにオブジェクト出したら、これどうにかしてそこ、あ、乗り越えてくるじゃん。わー、クソ、乗り越える頭あんのかよ、クソが。あ、あれ、降りれなくなってない、クソ。いや、これは追いつかれちまう。どうにかしてあそこの扉入れねえかな。一段は乗り越えられるけど、こうもう一段出したらさすがに乗り越えられないと思うんだよね。これをなんかうまく使っていけないもんすかね。あ、出せんの3つまでとかある感じ。あ、今いいぞ、チャンス。はい、もらった。こっから出す。あれ、いけないじゃん。どうして、なんでだよ、そこから出られるとこだったのに。こっちから行かねえとダメみたいですね。ほな、行かせていただきますけど。おっと、こっからは見つからないように外に出る。あ、これさっきの経験行かせんじゃないの。あ、結局そういうことはやるんじゃん。あ、こりゃ楽しいぞ。で、今なんだろうね、テーブルみたいなのしか出せないけど、他にもお借りできるものがあるかもしれないよね。そういうのも探しながら。いや、でもこいつどうしよっかな。あ、まあこれはイージーか。上登っちまえばいいんだな、さっきの要領で。こういうことだ。3つまでは出せるので簡単に階段が作れますと。あ、その木箱ももしかして覚えられる。いいじゃん。ゼルダが覚えた借り物、丸押しっぱなしで見られる。なんか今図鑑がどうとか出てたね。なんか今まで記憶したものは、あ、いや、え、これすげえじゃん。今まで覚えたものも、もう一回使うこともできる。さっきのテーブルも。で、新しい木箱も。あ、同時に存在させることもできると、こうやって。こりゃ楽しいね。あそこの兵士、アホ面下げてんじゃねえぞ、俺。あ、嘘だろ。あ、なんだ、聞かねえんだ。気絶とかさせられるかなって思ったんすけど。じゃあ、こっからどうする。まあ、見張りは同じ方向に回ってるので、別に同じ動きをしてれば抜けられそうではあるんだよな。ただ姫様ならここにいるぜ、おら。こういう、あ、普通に後ろから回ってくる。あぶねえ、激突の衝撃で記憶を失ったようだな。で、これでまた同じ動きをしに行く。ただし行き止まりだぜ。さあ、どうする。それ行け。そしてさらにこうですよ。おい、大丈夫か。助けを呼んだ方がいいんじゃねえのか。お前らの探してる姫様ならここにいるぜ。おい、どうした、仲間呼んできた方がいいんじゃねえのか。呼びに行けるもんならな。で、ここどうする。こんなもん別に。そういえばこの前壺を割っちゃってさ、音を聞いてウギ将軍が飛んできたんだ。あ、音で反応させるっていうことができる。そういう話だな、これは。それ、こっぴどく怒られただろう。
いや、慌てて遠くに壺を投げたら音に釣られてそっちに行っちゃったよ。そういう陽動の仕方もありだと。ウギ将軍って結構単純だよな。なるほどね。じゃあここはまあ一旦通らせていただきますけど、例えばこっからこいつらが言ってんのはこういうことでしょ。あ、割れねえわ。ごめんなさい、割れると思ったんだけど箱全然割れなかった。あー、てかこっちに、そっか、壺あんのか。じゃあこいつを記憶して、こんなもんでけえ音鳴りますわな。ちょっともっかいいいかな君たち。パリーン、こういうことだ。いや、もっと驚いていいと思うけどね。まあまあ冷静なのよ、それがもう。で、ここ、あれ、ここちょっと通りづらいに。あ、そっか。普通に持つこともできるんだ、置いてあるものは。あー、これはちょっと柔軟さいるな。借り物だけに頼ろうとついしちゃうけど、置いてあるものをそのまま単純利用することも、両方考えていいと。なるほどね。あ、もうこんなんちょろいもんすね、そしたら。こうして、陽動して、こう。非常にイージーな話でした。通らせてもらうぜ。じゃあこの先はどうだ。外にはまだ行けないね。ここ見張りいる？あるいは借り物なんかある？ん？あ！パサマじゃん。パサマ！姫様！